ライブスイッチを購入したので開封していきたいと思います。イエーイ。それではまずタワレコ特典から開けたいと思います。今回3枚サンドウェーブと2枚だけタワレコで購入したんですが、まずサンドウェーブの方見せたいと思います。本当は4枚買ったらもう一つなんか特典みたいなもらえたんですけど、なぜか3枚だけ買ったので見せたいと思います。ドゥルルンパン。見てこの衣装可愛くないですか。すごい三つ編みも可愛い。そしてドゥルルンパン。友人衣装、このちょっと制服ルックの2人可愛くないですか。可愛い。そして最後がプーン、オニオンです。可愛いこのキューティーなポーズ。そしてタワレコ特典が1枚パン、リズニャン、かわいい。そしてもう1枚がドゥルルンパン、ドゥルルン、レイチャムです。このヒップな感じのレイチャムかわいい。そしてタワレコ特典を2枚買うと渋谷だと1枚チェキがもらえるので、チェキがドゥルン、ドゥルン、このウィンクしてるリズかわいい。ということでアルバムを開封していきたいと思います。開けていきたいと思います。そう、このバージョンだけ2枚、2冊あるので、なんか本当今回珍しく全てのアルバムデザインが可愛くてびっくりしました。ドゥルン。みんな同じ赤髪でもちょっとずつデザインが違ってていいですよね。多分 CD。 うわ、可愛い。先にポスターを見ます。え、本当に可愛い。でもこのヒールの高さすごい不安になりますよね。そしてこちらがいきます。トゥルンパン。あ、これはトゥルン。あ、イソだ。え、このちょっとヒップな感じのイソ可愛い。そしてトリカがトゥルンパン。ガールソンベ。え、このガールソンベ可愛い。え、てか唇にちょっとパーツがついてるの可愛いし、この毛先がちょっと羽なのも可愛い。そしてこちらがいきます。ルンパン。あ、これもイソだ。そう、前髪があるイソ本当新鮮ですごい似合ってて素敵ですよね。じゃあこっちの方も見ていきたいと思います。それではまずこちら緑だからもしかしてレイちゃんかな。いきますよ。ルンパン。レイちゃんもだ。すごい可愛い。トリカがいきます。レンパン。オニオンインだ。え、このほんとこの縦ロールお姫様感かわいい。高貴ですね。そしてドゥルンパン。またイソ丸だ。ということで次開けていきたいと思います。え、そう、なんか不思議なのが素材が全部少しずつ違っていて、こっちは結構テカテカで、こっちが紙っぽい。全部素材違ってて、なんかいつも不思議なところをこだわってるなって思います。それでは開けていきたいと思います。 CD なんか色塗りしたくなりますね。じゃあ先にポスターを。かわいい。いや本当になんかみんなダークな雰囲気の曲をまた見たいです。それじゃあまずはこちら、ルン。こちらはルン、ガールソンベ。そしてトリカがいきますよ。ルンパン。あ、オニョンだ。かわいい。ウィンクしてる。そしてさっき見えちゃったのであれなんですけど、ルン、レイちゃん。かわいい。この目線が合う感じいいな。楽しい。で、ルン、こちら。ヘイヤーヘイヤーヘイヤー、テルテルテルヘイヤー、タミタミナー。で、最初聞いた時はおっと思ったんですけど、聞けば聞けるほどすごい中毒になる、あ、曲でしたね。私今回結構磯丸のパートが好きです。え、かわいい。あ、もう見えちゃったのでもういいですね。ルーン。花よりも綺麗なゴニョ。なんか若干迷路みたい。こちら多分全部磯丸です。すごい今回めっちゃ磯運がある。じゃあ次、ズン。こちら、あ、そう、このピンクなのが可愛いなって。こちらがキーチェン。
して CD、 かわいい、なんかプリキュアみたい。こちらはポストカードセット、あ、シールだ。いきます、いきます、ドーン、パン、ガールさんだ、え、かわいい感じ、え、かわいい。それではデジパックバージョン開けたいと思います。じゃあまずはオニオンから。 CD が、ほうほうほう、全部のデザインがすごい凝っててかわいいです。今回ポスト、あ、ガールって書いてある、ガールさんで、この圧倒的な存在感、かっこいい。ウォニョンだ、ウォニョンの中にウォニョンがいました。え、すごい、スリーピングビューティーみたいでかわいい。本当に綺麗だな。レイちゃんなんか出てるから、内側から開けていきたいと思います。果たしてなんかもう折れ曲がってる跡があるんですけど、いきます、トゥルンパン。あ、イソナ、本当に大人っぽい。このダークなコンセプトのレイちゃんも本当に似合ってるんですよね。そして誰か、いきます、パン、またウォニョンだ、え、すごい、なんか今回めっちゃウォニョンがある気がします。そしていよいよ最後の PLVE バージョン、このテンテレレイちゃんが欲しいです。SM もこの SM ミニ、スミニ、ドリミニとかあるんですけど、なんか最近こういうのが流行りなんですかね。不思議だなって思います。はい、ドゥルン、全員、じゃあいきます、いきます、ドゥルン、パン、お、ユジンだ、Y2K でかわいい。このメイクもすごい凝ってますよね。そしてじゃあ最後のレイちゃんも開けたいと思います。テンテレレイちゃんのが欲しいです、私。テンテレ、テンテレレイちゃん、テンテレレイちゃん、テンテレレイ、イソだ、え、かわいい。この重めバングイソもかわいいですよね。という感じでバイバイ。